っと見ていた世界選手権の女王キム選手、はい、やはり地元の余裕でしょうか、随分自信があるようですね。小金井選手にも余裕を感じましたが、モントリオールのオリンピックが女王が小金井市であれば、一方この人はね、フォートワースの世界選手権の女王です。キムを追う選手たちはどんな選手がいますか。それではオリンピック8連覇を狙うソビエトのソビエトカップから見てみましょう。まずソビエトの跳馬といえば、なんといってもこの人、ステラ・ザハロワです。前転跳び、前方宙返りの2分の1ひねり、ザハロワは世界で初めて女子でこの跳馬でムーンサルトを見せています。1回目 9.70 が出ました。2回目です。これも前転跳び前方宙返り2分の1ひね、彼女の足の力、バネ、これはまたソビエトの今までのタイプとは違った新しいタイプと言われています。今年17歳のザハロワ、得点が 9.80 です。そしてもう一人、ダビドワ選手です。エレナ・ダビドワ、1回ひねって突き手の後もう1回ひねります。ダビドワ跳び、ご覧いただきましょう。この跳び方も今世界で彼女がただ一人でしょう。1本目 9.80 です。レイングラードの学生、18歳です。今年モスクワ入賽2位、そしてソビエト選手権2位、このソビエトカップで優勝を狙いますダビドワです。これも同じ飛び方、まあ、スクリュー飛び飛びでも申しましょうか、エレナ・ダビドワのテクニックですが、踏み切りから1回ひねります。手の後もう一回ひねります。はい、得点が出ました、 9.90 です。ザハロワとそしてダビドワを見ましたが、それでは平均台はどうでしょうか。平均台といえばこの人、ナタリア・シャボシニコワです。ツリシチェワを育てましたダストロツキーコーチ、そのコーチの下でナターシャの飛行機という技を持っています。シャポシニコワらしいさばきと言われています。この辺りの動き、今年19歳になりました、148センチ、ここがナターシャの飛行機です。後転跳びから後方宙返り、アクロバット系の動き、そして力技、柔らかい動き、この3つのバランスがうまく取れています。シャポシニコワ、
2回宙返り降りで締めくくりました。シャトシニコワの平均台でした。今の後転飛びからの後方宙返り、安定した演技です。手前が名講師といわれるダストロスキーさんです。9.80 です。これもいい得点が出ました。さて代わってシベリアの寒い国から来た可愛い娘、エバーチカと言われています。エレナ・ナイムシナ、彼女の平均台では片手の後転跳びがあります。ソビエトのナショナルチームが合宿をして、その途中であのストラスブールの女王エレナ・ムヒナが怪我をしました。そしてその代わりに出てきたのがこの人と言われています。今年15歳、145センチです。ここがその片手の後転跳びの連続です。ジャンプの連続、この石もなかなか高いようです。ソビエトにはかつてのダチリナ選手に代表されるように伝統的なタイプから名選手が生まれていますが、彼女もその一人でしょう。後転跳び連続から最後フィニッシュは2回ひねり酔いです。エレナ・ナイムシナ、それでは今の途中のこれは片手の後転跳びの連続です。これも世界で今のところまず彼女ただ一人と言われています。得点が 9.85。